運転手が助手席でやられるとイラッとくるムカつくことを5個やっていって、ゆきゆきパイセンを怒らせていきたいと思います。なんか渋滞とか何つうことをしてるんだあなたは。行儀が悪い。こんにちは、えっちゃんです。今日はというか明日はゆきゆきパイセンとデートなんですけど、ただのデートじゃございません。教習なんですかね。いやいやいや、明日はゆきゆきパイセンに運転してもらいたいんですよ、私の86ちゃんを。でですね、そうなってくると今回は私が助手席になると思うんですよ。前回はねパイセンが、助手席だったんですが、今回私助手席で、運転手が助手席でやられるとイラッとくるムカつくことを5個やっていって、ゆきゆきパイセンを怒らせていきたいと思います。と言っても怒るかどうかわかんないんですけど、まあ具体的にね何をするかと言いますと、運転席でやられると嫌なことランキング、こちらですね。デート中にこうドライブで助手席からやられて嫌なことでもあるんですけど、これ1位、運転に口出しする。2位、渋滞に捕まるとイライラしている。3位、道を間違えただけで文句を言う。4位、通り過ぎてからあっちの道の方が良かったという。5位、飲み物や食べ物をこぼす。あとはですね、他には車内で喧嘩を始める、ずっとスマホなどをいじってる、足をダッシュボードに乗せて座る、目的地への到着はまだかとせかす、眠ってしまう。でこんな感じにいくつかあるんですけど、この中の5個をやってですね、ゆきゆきパイセンはどこで怒るのか、はたまた怒らないのか。いや怒ると思うんだよね。ダッシュボードに足を乗せて乗るとか絶対怒りそうじゃない。まあね、どのレベルで怒るのかわからないんですが、明日のデートはゆきゆきパイセンが怒るのが先か、デートが終わるのが先か、それではやっていきましょう。怖い。こんにちは、えっちゃんです。はい、今日は86でドライブなんですが、一人でドライブじゃありません。今日は男性の方とおデートでございます。今日のゲストはこちら。こんにちは、ゆきゆきです。ちょっともう一本撮り終わった後でね、ちょっと疲れ気味なんですけど、パイセンと一緒にデートしていきます。まあデートなんですけど、私のこの車、はい、運転してもらって、で私 YouTuber さんとこの車でどこかに出かけるっていうのをそもそもまだしたことがない。人に運転してもらうのはこの1個前にね、こうパイセンの方の動画で初めて運転してもらった。だからこの車の私以外の人が運転する初という、そうね、ところで初めての男を経験させました、この86。この86ちゃん初めての男がゆきゆきパイセンと。あーまあ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 、いい男選んだな。いい運転してくれますからね。それは分からんけど。で、今回はデートして、海ほたるに行き、ちょっと軽くご飯をしてっていう感じに行きたいと思うんですが、なんと今日日曜日、結構渋滞とかもあるかもしれないんですけど、安全運転で行きましょう。はいはい、首都高バックで走ります。はい、死にます。じゃあ行ってきます。私の方のこのチャンネルではもう本当にゆるくリアルな感じでいいよ。全然デートって言ってるけど、リアルな感じでいいですよ。まあまあまあ、ビジネスデートですね、これは。そうそう、これビジネスデートなんで全然いいんですよ、本当に。安全運転で行ければいいよ。はい、人の車運転するのってさ、結構気使う？人が大切にして車だったら大切にしてるよ、この車。もう慣れたからそんな気を使う、緊張するほど気を使うはしないんだけど、そのこういう運転されたら嫌だろうなって運転はしない。意味わかる？大切にしてる車なのに乱雑に扱われたら切れるやん、普通に。急発進、急ブレーキとかギアガチャガチャやったりとか。そうそう、確かにそれは嫌かも。でしょ、だからそういうのはしないようにして。ありがとう。なんかちゃんとそこら辺は気を使っていただいて。いや、気を使うっていうか、これは当たり前なんだよね。人の車に乗ってるし。うん、高速乗ります。はい、高速乗ります。はい、はい。お腹すいた。私お腹すいたから
軽食食べます。あ、そうそう、さっきコンビニによってさ軽食買ったんだよね。車デートだからこそできることですね。確かに車デートだからこそなのかな。まあ移動しながらさ、こう食べれるよ。確かに抹茶フィナンシェぐらいしかなかったんだよね。抹茶フィナンシェってうまそうなの食ってんだね。え、欲しかった？ごめんごめん。いや、まあまあ、あ、この後、海ホタルに着いたら食べるしさ。そうね、甘いの食べたら眠くなっちゃうじゃん。まあ、ちなみにさっき甘いものを摂取して僕、あの意識飛びかけましたからね。あ、そうね。飲み物でね。あなたと違います。え、道間違えたんじゃない？違う、はい、詳しくは僕のチャンネルを見てください。もう確かに、もうえっちゃんの言う通りに道行ったらね、あのあれデートが、デートが3倍の時間になります。あれ、そうだっけ。はい、あ、それはあれよ、ちょっと言い訳させてほしい。何？あのやっぱさ、デート楽しむためのスパイス的な感じ、うん、っていうことで。そんなに一緒にいたかったの？あ、そう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 。ああ、そう言っていけばいいかなみたいな。オッケーオッケー。はーい。でもいいね、なんかほら、あ、見てほら、なんかこうデートって感じしない？やっぱさ、なんかこうメンズが運転席で助手席っていうのはなんかこういいね。普段あんまりないから。そうね、うん、お互い普段ね助手席側ない組。そうだね、俺助手席嫌いだもん。嫌い、うん、嫌いまで行く。運転しないと嫌だ。あ、そうなんだ。そう、なんかね、怖くなっちゃう。あ、怖くなる。怖くなっちゃう。あ、なんか自分の運転とやっぱ違うじゃん、うん、え、なんでここブレーキじゃないのってなっちゃったりとか。なるほど。あ、なんでここギア変えないのとか。え、今のタイミングでなんで車線変更しちゃうのとか思っちゃう。なるほどね。あ、まあやっぱ自分が運転うまいとそうなんだろうな。いや、うまくないよ別に。自分がどうのこうのっていうか、まあ自分とやっぱ若干違うと不安になっちゃう、ね、うん、え、待って、本当にすごい住宅街だけどね。マジでこの道？でもこの道すごい住宅街、なんか地元走ってるみたいね。あ、これであっちの大通りかなんかに連れてく感じね。はいはい、なるほど。運気を見に、もうアクアラインにたどり着くよ。あっという間だね。え、全然空いてるじゃん。渋滞なくない？ね、全然ない。え、全然渋滞ないじゃん。すぐ着いちゃうよ、こんな。すぐ着いちゃうね。え、早く早く早く着いて。なんで？早く着いて。いや、帰り夕方またさ、時間夕方になればなるほど帰りの道混むじゃん。あー、そっか、そうね。何、着いてすぐ帰ろうとしてんの？うん、ご飯食べる。あ、ご飯、ご飯食べる。ご飯食べる。ご飯食べる。あ、ここトンネル内だとこっちのカメラが生きるんだね。センサーの大きさですね、うん、外はこっちしか映らん。なんか渋滞とかいい。なんつうことをしてるんだ、あなたは。行儀が悪い。叩かれちまえばいい。映してねえからいいと思ってんだろ。映してるな。
でも多分それちょっとやってみたかったでしょ。やってみたかった、うん、そんな気がした。誰かな、これでこうやって寝てるおじさんいない。いや多分ね、あの車好きから猛バッシングから思うんですよ。まあでも自分の車だからね、好き勝手していいんだけど。あ、来たね。あ、渋滞だ。でもあと 400m なんだよね。これは渋滞のうちに入るのかな。こう 400m で着くってことは止まらずしてたどり着くのか。多分止まらずしてたどり着くね。止まりそうで止まらない。これいけるね。あれ、梅ホテルどこだ。なんかさ、渋滞ってさ、なんかイライラしない？しない。渋滞さ、なってるとさ、まだ早くみたいな。なんない。なんない、うん、足つりそうなんだけど、みたいな。なんない。なんない。なんない、うん、しょうがない。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 オーラかな、こと。いや、まあだって運転で怒る人は危ない運転しちゃうから、うん、なんか助手席でさ、こうやって乗っててもさ、渋滞で進み遅いなとかさ、早く着かないかなってなることない？渋滞で？渋滞で、うわー、車乗ってるみたいな。いや、でも、しゃーないから。しゃーないから。どうしようもできないじゃん、渋滞なんて。確かに。でしょ？だからもう、これはもう時の流れに身を任せるしかない。時の流…こちら海ほたる。はい、ということで海ほたる着きました。運転ありがとう。いいえ、渋滞もあんまりね、言うほど。むしろ全然帰り運転してもいいよ。あ、いやいやいや、帰りは私運転します。あ、寝よ。ちなみにこの間に、はい、私モニタリングしてました。何を何をですね、今私この先輩が運転中にある検証をしてまして、うん、ドライブ運転中にされるとイラッとすることをやりました。おお、こわ、久々にやられる側に回った。ですね、今回俺なんかまずいことしたかな。ですね、まあ先輩がどのタイミングで怒るかを計測させていただきまして、まあいろいろね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個の項目そんなにあってですね、まずね、10個のうちの1個はできなかったんですよ。なんですけど9個やりました。多分9個したの。やりましたね。まずずっとスマホなどをいじってる。私ずっと撮影してるのにスマホいじってて、でもこれは触れずに、うん、で続いて飲み物や食べ物をこぼす。ちょっと注意するぐらいだったけど、まあ、自分の車ならってことで許容でした、ね、違くて自分の車なのに大丈夫なのかなって思っただけぐらいで怒らず怒んないね。続いて、はい、まあ、車内で喧嘩を始めるというか、なんかこうちょっと言い合い的な。あ、はいはい、ふっかけてきたね。そうそう、確かにこの早くしてみたいなね。そうそう、でそれもですね、お、目的地への到着はまだかとせかす。まあまあ OK でしたね。で、道を間違えただけで文句を言う。まあ間違えてないんだけど、降りたじゃんみたいな、降りなかった方が良かったんじゃないみたいなことを言ったんだよね。でもまあ OK と。渋滞に捕まるとイライラしている、イライラしないみたいな。で、はいはいはい、イライラした風にしたけど、まあ、仕方ないんじゃないみたいな、どうしようもないからねってなだめる、うん、すごい。ですごいのかな。運転に口出しするは、まあこまめに部分ごとにちょっと入ってたかなぐらいで。なんかした？まあでもあんまり言えなかったかな、これは。うん、で、ね、唯一ちょっとあったかなっていうのが足？足、うん、足をダッシュボードに乗せて座る。まあまあまあ、まあ、これぐらいだったね。ちょっと怒るっていうかさ、それはさ、うん、なんか動画にしない方がいいよって。そうそう、むしろアドバイスぐらいだったんだけど、うん、もう全然怒らない。動画回ってるかなからかなって思ったけど、そうじゃない時も変わらんから。あんま分からんかったな、それ。え、マジか、うん、うわ、やられてた。もっといい返しとか考えれたのに、知ってれば。はい、今回の検証結果、ゆきゆき先輩、どんなに助手席でされて嫌なことリスト10個やっても怒らないでした。怒りポイント沸点が高いっていうんですかね。さすがです。
なんかムカつくわ。いやいい検証だった本当に。いや1個ぐらい残りたかったマジで。あの結構さこの日程決めて、うん、私こんあのデートでいいやみたいな感じで来てた時から考えてたってことね、うん、そう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 。あーもうそのことについてちょっとトラカスや怒ったはい、ということでこの後はですね、まあ、普通に海ほたるでご飯とか食べて、楽しみたいと思います。やられた。で、先輩の方でも動画上がってますし、サブチャンで多分トークの内容の方は公開されてますんで見てください。はい、ではこっからは Vlog 風にどうぞ。Told